皆さんこんにちは、ピアニストの長嶋達也です。今日はバッハのインベンション第8番ヘ長調の、動画なんですけれども、今日は第2弾です。この1個前の動画でチェンバロの音を想像して練習曲として使える弾き方、それを示しました。じゃあ今度はバッハは、例えばね、ショパンがピアノのために書いたのにいつも歌、特にイタリアのベルカントとか、これまた別の動画で説明します。そういうのをとても感じながら書いた。ベートーベンのソナタも明らかに弦楽四重奏を考えて書いてるところ、明らかにシンフォニー交響曲を考えて書いてるところが出てきます。要するに、いい作曲家って鍵盤楽器に書くときにその楽器だけのことを考えないんです。当然その楽器にのために書くんだから、楽器の特徴を生かして書いてます。だけど頭の中で自然と歌であったり、合奏であったり、オケであったり、そういうことが頭に自然に起きます。バッハも例外ではありません。はい、チェンバロのために書きました。だけどもうこれ音楽的にちゃんとトレーニングされてる人ならもう一目瞭然、もう明らかにこれは弦楽器の二重奏で書かれてるんです。単純に言っちゃうと、右手がバイオリン、左手がチェロ、チェロ、ごめんなさい、最悪でしたね。こういうふうに2つこういうふうに書かれてるので、それを意識しなきゃいけない。ここで、日本で変わってほしいなって僕一つ思うのが、室内楽をやる機会がもっと増えたらいいなって。室内楽はどれだけピアノを弾く面でためになるのかっていうのは本当に、言い切れないほど、言葉にできないほど大切です。その室内楽をやるから分かる弦楽器同士の音の噛み合い、音と音を一緒に奏でるっていう感覚がピアニストにはなかなかないんです。僕たちは自分で音を奏でてるから。弦楽器の人は音が1音、まあハーモニックを弾いてたらちょっともっと何音か弾けるけど、だけど基本的に一つの旋律しか弾けない。だから他の人と一緒になって音を噛み合わせて、音の質を合わせて、イントネーションを合わせて、いろんなことを噛み合わせて、やっとハーモニーが出来上がる。それを僕たちは感じなきゃいけない。音を、二人の人が一緒になって和声を作っている感覚を感じながら練習してほしい。そうするとね、縦の、僕接点の話してません。この間の動画が練習曲の接点、今回は音楽的な接点を感じてほしいんです。音を一緒に交わわせて和音を作るっていう感覚を感じると、音楽的な聞き方、見方が変わってきます。それ試してください。それができてきたら、次に室内楽で練習するのが、おいおい、ここ俺のが目立つメロディーだから、俺のが大切なメロディーだから、お前らちょっとバックグラウンドに回ってくれとか、そういうことを言い合います。ああ、今回チェロの人が、今回俺だから、もうちょっと僕の邪魔しないでよ。俺についてきてよ。そういう話をします。ここでどういうことが起きてるのか。明らかに、バイオリンでチェロが、今度バイオリンとチェロが同じ重要さ、何かを一緒にしてる、こういうことを感じてください。それが第二ステップです。第一ステップはこの間の動画の練習曲的にピチッと揃える。第2ステップは、弦のデュエット、弦楽二重奏
を想像して、その音質2人で奏でることを感じる、音楽的な縦の線を感じる、これが第2ステップです。第3ステップはもっとアナリーゼに近いことになります。バッハの、こういう音楽っていうのはメロディー、モチーフ、小さな音楽のアイディアを元に積み木のように書かれるところがたくさんあります。ほとんどです。これなんてもう全てなんです。インベンションに関しては全てがもう積み木のように書かれてる。それがまた頭の勉強、音楽的な楽譜を読み取る勉強にとってもなります。まずはここまでが一つのそのアイディアなんで、後でこれを結構先生方でもし聞いてて、待てよ、この中に2つあるじゃないか、わかりますわかります、まずはみんなにわかりやすいようにやりましょう。これを一つだと今は思ってください。でこれが積み木のように出てくるところ、すべてに印をつけてあげてください。例えばね、まず右でそれがあった、で2小節目の左手、2つ目、これで2つ印つきました。その後ちょっと似てるけどなんか違う、あれ後半のファミレドレドシラシラシファ、これがない、あだからこれは違うんだ、これ違う、もちろんこれも違う。今度右手ちょっと似てるけど違いますよね、全く同じのが戻ってこなきゃいけない。左手もソドソミドファソファミレミレドシドシ、さっきと違う。今のところ1小節目の右手バイオリンと2小節目のチェロ、それしかないですよね。じゃあ今度ここやっとここでドミドソドドシラソラソファミファミレド、チェロにさっきのそのグルーピングアイディアが戻ってきました。右手はさっきはバイオリンから始まってチェロがそれを追ってった、今度はチェロが始めてバイオリンが追っていく、でそれが全然違う風になって、同じようなアイディアは使われてるんだけど、そのさっき一グループって言った完璧なセットがまた見えなくなってる。だから何もまだないです。だからこの2ページ目の2小節目、はい、ここで4つ目が出ました。で毎回これってこうやって重なってますよね。この曲に関しては書かれ方が右手でそれが出たら左手がその後で続いてる、左手から出たら右手がその後でこうやって重なってるっていうの書かれ方がしてる。それがまたここでも起きてます。右手がこう来た時、左手がということで、右手と左手でまたこれも出ますということで、 1,2,3,4,5、 あれごめんなさい、 1,2,3,4,5,6、 今6つ出てきました。その後ずっとまたなくて、ドファドラドもうないのかな、シストドレドシ、そうこの曲珍しいんですよね。いつもねファイナルステイトメントって言って最後の表示みたいな意味があるんですけど、一番最後にもう一度出てくるんですよ、そのアイディアが。この曲に関しては戻ってこないということで、この6つがモチーフが入るエントランス、入り口っていうところなんです。でね、ここで感じてほしい、なぜそれが大切なのか。僕は他の動画でオーケストラのわかめ現象を言いましたよね。僕がオーケストラを指揮してる時にメロディーのある箇所が体をこういう風に使って弾くんで揺れ始める。チェロにメロディーがいったらワカメのようにチェロの人たちが揺れ動いてるのがなんとなく見える。
減額20層、40層、30層の中でも、そういうワカメ現象が起きます。みんな動いてるけど、特にメロディーの人は、いや、パンパンパン、ものすごくのめり込んで。それが、音楽的に、とっても、メイクセンス、理が通るんです。だからこう、こういう風に言って、今度ここを、ということで、その弦の合奏の時にどういう風にメロディーが来た時の動き、音の動きと体の動きになるのかっていうのを考えて弾いてみるのが、まず第一だと思います。 OK、 バッハってこれをチェンバロに書いたから、アーティキュレーションを全然書いてありません。ダイナミックを全然書いてありません。チェンバロっていうのはレガートが弾けなかったから、アーティキュレーションを書いてもしようがないんです。強弱がピアノみたいにはっきりできなかったから、強弱を書いてもしょうがないんです。だから原点、もともとのバッハのオリジナルにはアーティキュレーションもダイナミックも書いてありません。もし使ってる楽譜にそれ書いてあったら、それは誰かが勝手に書いちゃったことなんです。それは参考としてはいいかもしれないけど、特にこういうクレッシェンドとかディミネートいっぱい書いてあるのはちょっと疑問を持ってください。これ本当にいいのって。誰もバッハがどういう風に弾いたかは分かりません。だけど大抵の場合は、これはドイツでよく言われることなんだけど、僕たちがピアノでバッハの音楽を弾くとき、ピアノを使ってるんだからピアノの長所を出すべきだ。だけどピアノの長所ばっかりを出して自由自在にやっちゃって、バッハの想像していたチェンバロの音を完璧に崩しちゃったらバッハらしくなくなっちゃうじゃないか。ということで一般によく言われるのは、バッハをピアノで弾くときはディミニュエンドとかクレッシェンドを段階的、階段のようにフォルテ、メゾフォルテ、メゾピアノ、ピアノみたいにして、フォルテからピアノまでこういうのをしょっちゅうしない、しちゃいけないんじゃない、そればっかりやるとバッハらしくなく聞こえませんよっていうのが今私たちが弾くバッハの主流です。もう一つペダルね、インベンションに関してはペダル必要ないと思います。中にはペダルは、バッハはペダルを踏まない方がいいっていう先生がたくさんいます。で、そういう考え、僕間違ってるとは思いません。ただ僕個人的にはペダル使ってもいいんじゃないかなと思います。つなげるためのペダルじゃない、あんまり使いすぎるとバッハじゃなくなる。だけどちょっとビブラートをつけたいとき、バロック時代ってね、弓の使い方でビブラートの効果を出してたっていうのもある。だけど実はビブラートもたくさん使ってる時代なんです。ただ今みたいに全てをビブラートじゃない、時によってはウワーンっていう伸びる音を弓でよって使う。まるでピアノがビブラートできないから腕を使って伸びる音を使う、そういう感じの使い方が一つ。もう一つは今のビブラート、両方とも使ってます。でね、そういう伸びる音とか、ビブラートの時に本当にペダルを使ってるか使ってないかわからない程度にフッて踏むのはいいことだと思います。シフさんのバッハの演奏を聞いてみてください。彼ペダル結構使ってますよ。だけど見なかったらペダル、あれ今ペダル使ったかなっていうぐらいの本当に細かい小さなペダルなんです。それが僕個人的に勉強してきて、練習してきて正しいというかいいバッハの弾き方なんじゃないかなって僕も思ってます。それ考えてみてください。インベンションに関してはペダル必要ないと思います。そこまで込み入った書かれ方はまだされてないし、それとペダルを使わないで処理するっていうことを学ぶのも音楽的ないい練習曲になるんじゃないかなって思うからです。今日はここでまず止めましょう。この次回、どうやってこのまっさらな何も書かれてない楽譜に音楽的なアイディアを足していくのかっていうことをやっていこうと思います。今日もご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけたらいいねマークお願いします。あと登録していただけるととっても助かります。お願いします。それではまた。
さよなら。